こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つマンチェスターユナイテッドの来シーズンの正守護神の座についてお話をしていこうかなと思っております。今シーズン2022-2023シーズンはですね、今まで正守護神をずっと務めてくれておりますダビド・デヘアが正守護神としておりまして、控えという形で今シーズン獲得しましたドゥブラフカがセカンドゴールキーパーとして控えております。で、今シーズンは彼ら2枚で戦っていくことは決まってるんですけれども、来シーズン以降はどうなるかっていうのは未だ分かっておりません。でですね、そこでなぜこういった話題を出すのかっていうところなんですけれども、まず来シーズンになるとデヘア権利約満了になります。なのでデヘアは来シーズン自由に、いろんなチームと契約できるということになります。でユナイテッドももしかしたら契約延長のオファーを出すかもしれないですけれども、やっぱり監督も変わりチームも変わり、いろいろこう変化が起きてきているマンチェスターユナイテッドなので、デヘアを変えて、一気にこう若返りを図る可能性っていうのは非常に高いです。なので規定路線でいうと今、ノッティンガムフォレストにローン移籍しております、ディーン・ヘンダーソンが来シーズンはユナイテッドに戻ってきて、マンチェスターユナイテッドの正守護神として、新たについて、これからのユナイテッドの未来を守るということになるのではないかなと、多くの方が予想していると思います。僕もやっぱり、それがね、一番こう流れ的にも、ベストというかね、お金もかからないしっていうところもあるし、いいのかなって、思ったりはするんですけれども、とは言ってもですね、もちろん、来年もうあと1年ぐらい先かな、約1年ぐらい先ですけれども、正直わからないじゃないですか。もしかしたらデヘアと契約延長するかもしれないし、ヘンダーソンをまた移籍で出すかもしれないしね、もちろんデヘアが出ていって先ほど言ったようにヘンダーソンがね正守護神として、新たに迎えられる可能性も当然ありますよ。でもこの両方ではない可能性も当然ありますよね。可能性としてはゼロではないですよね。なので今回お話しするのはあくまで僕の予想というか、妄想に近いところもあるんですけれども、デヘア・ヘンダーソンが来季以降のマンチェスター・ユナイテッドの正守護神につかない場合、誰がベストのゴールキーパーなのかっていうのを、いろんなチームを見させてもらった中で、候補の選手を5名ちょっと僕が選択しました。なので、この5人っていうのは皆さんそれぞれにとって、いやその選手どうなのって思う方もいれば、いやその選手いいですよねって思う方もいらっしゃると思うんで、皆さんそれぞれに思ったことなどをね、ぜひコメント欄とかで教えていただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いしますと、それとですね、あと今回僕が挙げる5人の候補以外に皆さんがこの人いいんじゃないって思う人とかももしいらっしゃれば、コメント寄せていただけると非常に嬉しいです。はい、では早速始めていきます。まず1人目の候補ですね、現在ブレントフォードに所属しておりますダビド・ラジャですね。契約年数は2024年までとなっておりまして、年齢は26歳ということで、身長が183センチということで、ゴールキーパーにしては少しちっちゃめかなと。183センチっていうのは、僕がほぼ同じぐらいの身長なんで、僕とほぼ変わんないんですよ。僕が1センチちょっと高いかなぐらい、僕184ぐらいあるんで、僕の方がちょっと高いかなぐらいですけど、正直僕の感覚、当然ねプロとねただの素人の僕が比べるのも正直おこがましいですけど、やっぱりここ近年ってやっぱり187からやっぱ190代ぐらいのゴールキーパーが本当に多くなってきたじゃないですか。だからこうどうしてもねやっぱり手のストライドとかね、こうウィングスパンが長いね、ゴールキーパーとかがやっぱり良かったりもするところもあるんで、その辺でどうなのって思うところは若干あるんですけれども、この選手ですね、セービングがうまいんですよ。セービングがうまいということは、そのセーブする時の立ち位置がいいっていうことなんですね。でキックもですね、今正守護神の座についてるデヘアに比べるとキックはうまいです。それはなぜかと言いますと、今スペイン代表デヘアが招集されてないのは皆さんご存知ですかね。今ルイス・エンリケが監督してるんですけれども、
ルイス・エンリケがやっぱりこうチームを作るってなった時にゴールキーパーにやっぱ足元相当求めるんですね。でデヘアって今マンチェスター・ユナイテッドで、まあ、プレーしてますけれども、まあ、正直に言うと、まあ、そこまでねやっぱキックがうまいゴールキーパーではないし、まあ、つなげるゴールキーパーではないっていうことは、まあ、皆さんもご存知のところだと思います。なので、まあ、エリック・テンハグっていう新指揮官が来ててこうアヤックス時代に、まあ、特にね正守護神の座についてたのは、まあ、オナナとかかなって思ったりしますけど、やっぱセービングもうまくその中でキックもしっかりと安定しているようなゴールキーパーやっぱ好む傾向が高いので、まあ、デヘアを、今シーズン限りっていう形になって もしヘンダーソンを迎えないってなったらこのダビド・ラジャっていう選手を選択する可能性はあるかなと。ただ本当に唯一の懸念は183センチっていう身長のところと、まあ、ビッグ舞台での大きな舞台での、まあ、経験値っていうところかなというところかなと思ってます。はい、では次、ブライトンのゴールキーパーロベルト・サンチェスですね。契約年数は2025年までと、で年齢は24歳ということで身長は197センチあります。めちゃめちゃ手がいいです。はい、でまずこの選手はですね、まあ、ブライトンのサッカー見てる方だったらねもうご存知の方多いと思いますけど、キックがまずうまいのとシュートストップもうまいです。っていうかね全体的にうまいです。この選手も先ほど紹介したラジャと同様に、まあ、スペイン代表の、正守護神というかね、まあ、招集されている3人のうちの1人です。はい、まあ非常にねブライトンっていう、まあ、整理されたフットボールの中で、まあ、グレアム・ポッターが率いていた時は特にそうですけれども、まあ、整理されたフットボールの中で間違いなく欠かせない1人となってましたし、今スペイン代表にも招集されてます。はい、でこの身長があるんで、まあ、本当にこうやっぱこう大きくてこう威圧感もすごいと思うんですよ。で結構ねビッグセーブっていうのも結構してくれるタイプなんで、個人的には結構いいんじゃないかなと思ってます。だもちろんラジャね、先ほど紹介したラジャとかもいいんですけど、年齢も24歳っていうことで、まあ、非常に若いし、まあ、長年ねスペイン代表でも活躍したデヘアが、まあ、正守護神に勤めてたっていうこともあるんで、ねまあ、同じスペイン人っていうところで、ね、来てくれたらそれはそれで面白いのかなって思ったりはしてます。はい、で、次、まあ、同じくになるんですけれども、アスレチッククラブのウナイシモンですね。まあこの選手もですね、まあ、スペイン代表の、選手なんですけれども、この選手もうまいんですよ。キックがうまい。でこの選手のねまたいいところっていうのはポジショニングもいいっていうところと、やっぱあとコーチングですね。うん、でこの選手ね本当にこうなんていうんだろう、身長はね190センチで年齢今25歳なんですけど、先ほど紹介したダビド・ラジャだったりロベルト・サンチェスだったりとか、本当、今回紹介したウナイ・シモン、この3枚が、まあ、スペイン代表招集されてるんですけど、今基本的にはこの人がスペインの正守護神に勤めてるんですね。でそこでの、まあ、経験値っていうのもあるし、やっぱりこうポジショニングっていうところをやっぱり徹底的に指導されてきているか、選手なので、やっぱりこうコミュニケーションっていうところで、まあ、スペイン語以外の言葉、いわゆる英語っていうところを喋れるのかっていうところはちょっと、まあ、分からないんですけれども、やっぱり、まあ、190センチっていう身長があるだけでも非常にこうストロングポイントになりますし、シンプルに、まあ、ビッグクラブで、まあ、プレーしている姿っていうのを見てみたいっていうこともある。今こうバルベルデがね監督を務めているチームなんで、まあ、このままいてもね基本的に、まあ、正守護神の座を奪われるっていうことはないとは思うんですけど、まあ、年齢が25歳っていうこともあるんで、ねまあ、そろそろ、ね、大きなクラブにチャレンジするっていう年齢に差し掛かってきてるところだと思うので、可能性としてはありじゃないかなと。はい、ってな感じですかね。はい、なので3人連続でスペイン代表の選手ということですね。はい、で、次がですね、ラレアル、レアルソシエダの正守護神なんですけど、アレックス・レミロというゴールキーパーです。契約年数は27年までということで、現在27歳です。身長は191センチということで、まあ、身長も高いですね。でこの選手もまあキックがうまくてポジショニングもうまくて、まあ、フィードもうまいと、まあ、ロングキック、パントキックもうまいと、
マンチェスターユナイテッドの、ね、サポーターの方々は特にですけど、まあ、ヨーロッパリーグでね、レアルソシエダと戦ったんで印象強い人も多いと思うんですけど、このゴールキーパーはね、もうちょっと評価されていいゴールキーパーだと僕は思ってます。まだまだちょっとこうね、まあ、今27歳っていうところで、先ほど紹介した選手たちよりも年齢は1つ2つ3つね、まあ、上だったりはするんですけれども、個人的にはなんかこう、なんて言うんだろうな、やっぱりこう各クラブになんか選手誤審って言われると、なんかこう代表的なね、例えばスペインだったらクルトワとかね、まあ、手足提言とかね、やっぱいっぱいいるんで、こうどうしてもその人とか、まあ、先ほど紹介したウナイシモンとかね、まあ、そういった選手がやっぱこう注目されちゃうし、なんかこうね、こうインパクトのある人が結構注目されたりする傾向が強いと思うんですけど、やっぱりこうラレアルってアルグアシル監督のもと、やっぱりこう技術面で、まあ、うまくて整ってて、でチームとしてもうどういう風に運んでいくかっていうのはある程度まあ決まってるチームじゃないですか、まあ、それが正しい正しくないは関係なしにね、うん、でもやっぱりそのちゃんとこうチームとしてある一本の軸の中で自分のキックっていうのを存分に磨いてきた選手なので、まあ、どこのチームに行ってもその才能っていうのは生きると思うんで、まあ、一つの選択肢としてありかなと。ただ唯一の懸念は年齢かなと、まあ、27歳っていうことで、まあ、もちろんまだね、数年プレーすることはできるんですけれども、やっぱりユナイテッドは長年ね、こう長いスパンを見てゴールキーパー獲得しなければならないっていうところもあるんで、そこを含めると、まあ、若干どうかなっていうところはあるかなって感じですかね、うん、はい。で、次ラストなんですけれども、FC ポルトのディエゴ・コスタという選手です。あのディエゴ・コスタじゃないです、ディオゴ・コスタですね、はい。契約年数は26年までとなってまして、現在22歳と、で身長は186センチということで、ポルトの試合をたくさん見れてるわけではないんですけれども、1試合2試合ぐらいしかまだ見れてないんですけど、あのシュートセービングが非常にうまいですね、はい。でキックも蹴れるんですけど、まあ、ウナイシモンとか、まあ、ロベルト・サンチェスとかに比べるとどうかなっていうところはまあ若干あるかなって感じですかね。ただやっぱり年齢が22歳っていうこともあって、あのこれから磨きをかけていけばどん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 成長していくと思うし、まあ、エリック・テンハグっていう指揮官に出会うことによって、こうボールをつなぐっていうところに自身もこだわっていくことになっていくと思うんで、もっともっとこう技術に磨きがかかっていって経験値も積んでいくっていうことを考えると、1年2年3年後にはもしかしたらもうディオコスタってすごくねみたいなゴールキーパーになってるかもしれないなっていうところで一応候補に挙げました、はい。ただですね、まあ、可能性としてはまあどれぐらいあるかっていうのは分からないのと、まあ、あのマンチェスターユナイテッドはどうしてもやっぱりこうローンに出してるね、まあ、ディーン・ヘンダーソンっていう存在がいるので、まあ、ディオゴ・コスタもそうですけれども、まあ、ダビド・ラジャもロベルト・サンチェスもレミロもウナイ・シモンも、まあ、一応候補の手は挙げましたけど、可能性としてはどうしても低くなってしまうのかなっていうところはあります、はい。なので、まあ、僕が今回したのはこの5人ということなんですけれども、どうですかね、皆さん的にはこの5人の候補の中から選びたいのか、それともまたまた別のゴールキーパーを選びたいのか、いや、 やっぱりディーン・ヘンダーソンだよねって思うのか、まあ、個人的な話をすると、一番の望みはディーン・ヘンダーソンにそのまま正守護神の座についてもらうことが個人的には一番嬉しい、まあ、それは年齢もそうだし、プレミアリーグでの経験もしっかりと積んできているということと、あとは何といってもお金がかからない、うん、ここもやっぱり大きいかなと。でもし彼も無理で、まあ、デヘアも出てっちゃうっていうことになるんだったら、個人的に一番欲しいのはブライトンのロベルト・サンチェスかなって思ってます。それはまあプレミアリーグの経験値もそうだし、年齢も24歳だし、身長も何といっても197センチありますからね、まあ、非常に大きいし、インパクトもあるしね、圧迫感もあるでしょうからね。ね、まあ、本当にクルトワとかもこれぐらいの身長ありますよね、確かね。194とかかな、クルトワ。ね、まあ、多分ほぼ同じぐらいか、もしかしたらロベルト・サンチェスの方がでかいかみたいな、多分どっちかだと思うんですけど、でもやっぱりこう身長が高くて、こうウィングスパンも長くて、手足が長くてっていうだけで、相当なそのストロングポイントになりますからね。で、キックもうまいですからね。はい、この選手はね、本当にもういつ
ね、ビッグクラブに引き抜かれてもおかしくないタレントだと思うんでね、個人的には彼が一番いいかなとは思ってますね。はい、もちろんね、レミロとかシモンとかこの辺りでもいいですよ。もちろんラジャでもいいですけれども、あのレミロとシモンに関して、あの唯一も他でまだ気になるなっていうところが、やっぱり言葉の面なんですよね。やっぱりゴールキーパーってコーチングしたりとかね、あの壁立てる時とかも結構やっぱりね、コミュニケーション大事になるじゃないですか。でそれこそやっぱり今ベティスでプレーしてるクラウディオ・ブラボとかは、あのシティに来た時に最初正水王神の座を務めてたんですけど、来たばっかりの時は。でもやっぱりコミュニケーションのところで英語喋れなかったこともあって、なかなかこうね、うまくできなくてみたいな。でもともとブラボってこうコミュニケーションでこう味方にこうシュートコース消す場所をこう指示して、飛んでくるコース限定させて止めるのがうまいみたいなゴールキーパーだったんで、まあ、シティに来て失敗しちゃったみたいなことになってたんですね。なので、まあ、その辺でね、コミュニケーション取れる選手たちが最終ラインにいるんだったら別にいいですけど、ね、言葉を喋れるかっていうのを、英語を喋れるかっていうのは正直わからないですから、まあ、ロベルト・サンチェスだったら多分もうブライトンに来て経験積んでるでしょうからね、まあ、ある程度喋れるはずですから、まあ、いけるのかなっていうところもあるんでね、個人的にはロベルト・サンチェスかなと。まあ、ラジャもいいですよ。もちろんラジャもいいですけど、やっぱ年齢と身長っていうところもね、まあ、あるんでね、はい、個人的にはロベルト・サンチェスかなと思ってます。ということで、以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もちろんね、これから先ユナイテッドの話題っていうのはね、どん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 取り上げていきますし、まあ、何か話題が上がったりすれば個人的な意見などもね、その都度お話しさせていただきますので、またぜひねラジオの方を聞きに来ていただけたらなと思います。あとですね、もし皆さんになんですけれども、何かこういう企画してほしいですとか、まあ、こういったチームのお話してほしいですとか、まあ、この選手のお話してほしいなっていうことがあったりとかしましたら、ぜひコメント欄とかで教えてください。積極的に使わせていただいて、まあ、ラジオの方もね、どん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 収録していきたいなとも思っているので、よろしくお願いいたします。はい、では最後にですね、チャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。